じゃあ記者会見を行います。今日2時から選挙制度改革についての職局長幹事長会談が行われました。席上前回の選挙制度改革の職局長幹事長会談で民主党の越井氏から提案された中身について、我が党は前回の協議の場でも反対表明しましたが、持ち帰りという党が多かったので、改めて各党の意見を表明していただきたいということで、各党が意見を表明しました。で、各党がどういう意見を表明したかはそれぞれの党で聞いていただきたいと思うんですが、我が党は、前回も我が党の立場は述べたと、もともと選挙制度の在り方というのは、一票投じた人の意思が正確に議席に反映されるということと、それぞれの有権者の投票権の平等が保障されるということが望ましいと、どの党にとって有利不利ということで判断してはならないと。で、この間の十数回にわたる実務者協議や職局長官庁会談での議論の経過を振り返ると、民主党を除いて現行の選挙制度は民意を歪めると、抜本的改革が必要だという点ではほぼ各党が一致していたと。で、ところがさらに民意を歪める二分割というやり方ではあるが、越井氏案というのは定数を80削減するという案であると。これは一層民意を歪めるもので、この間のほぼ各党が一致していた案に真っ向から反するものであると。民意をきちんと反映し、投票権の平等を保障するためには比例代表を中心とした選挙制度に改めることが望ましいというのは我が党の見解だと。なお、合意のための努力をしている過程でもう会期末だからといって一致しなかったら一方的に法案を出して強行するというやり方は我が党は賛同できないと、粘り強く合意のための努力をするべきであるということを主張しました。各党全部それぞれ自分の党の選挙制度改革についての考え方と越井氏案に対する意見表明をしました。結論から言いますと、各党それぞれ意見が分かれましたので、越井氏からは各党意見一致しなかったので国会の場に政権与党として法案を提出させていただきたいと。ただ強行するつもりはないと。で、それぞれの各党が意見を委員会の場で述べられて廃案にされようと修正されようと、合意されようと、それは委員会の場で決めていただくことだということでやらせていただきたいという主張がありました。これには賛成者と一党ありましたけども、ここまで議論してきたんだから全部が一致しなくても基本的な線での合意がないままにやっぱり突っ走るというやり方はどうかという話があったのと、石原幹事長からはゼロ増5減先行論というのを最初おっしゃってたんですけど、その比例定数80削減というのは、民主党以外全党派が一致している意見だと、それをそのまま盛り込んで、提案するというやり方はもうこの幹事長職局長会談は決裂だと、それでも法案出すというのはそういうことではないかという強い意向もありましたが、とりあえず今日の意見踏まえて法案としては出させていただくということで会合は終わったということです。賛成した立党というのは、国民新党ですね。法案はいつ提出？いや、それは言いませんでしたね。今日はこの間はね、今日の5時とか言ってましたけど、それは今日はおっしゃいませんでした。公明党はどういう答えを？これはね、公明党に聞いていただかないとあれですけども、私のメモを取った範囲でね、だからちょっと不正確かもしれませんけども、この間の協議で比例定数80を削減するということを民主党さんがおっしゃっていたと。で、これまで小選挙区と比例の割合は3対2だったと。
でこれ80削減ということになればこれも抜本的な改革ということになるので選挙制度の抜本的改革と一体で協議すべきだということを我が党は主張してきたと。で現行制度を生かしながら民意を反映できる制度ということで連用性を公明党としては提案してきたと。でそれ全面的には認められなかったけれども部分的に骨子案というのは採用されているという点で一定評価できると。でしかしまあ残念ながら我が党の提案を全面的に認めてもらえなかったと。与党の責任で、もうやっていただきたいと。なお自治会想定数を400に減らして制度改革をやるという話はこれは自治会の想定数400削減というのを400にしてしまうという今から決めるというやり方には反対であると、まあ、これが公明党の、まあ、要するにもう我々の意見が一定反映されていると全面的ではないともう民主党の責任でどうぞお出しくださいとこういう感じが井上さんの発言でしたね。今日は選挙制度改革、選挙制度改革以外の、いやそれ以外は一切ありません、はい、今後の進め方について書くというか今後の進め方といいますとその、まあ、法案提出って言ったら、まあ、それについては、うん、まあ、私はね、これまでこれだけの議論してきたんだからやっぱり粘り強く一致点を見出すために議論すべきだと、まあ、いうことを言いました。で園田さんもやっぱり選挙制度というのは、まあ、全ての党が全部一致しないという場合でも、可能な限り一致点を見出す努力が、ね、必要でも一致しないから明日出すんだというやり方はどうかねというような感じでしたね。あとは特にその明日出す、まあ、明日とは言ってないな、民主党として今国会に出すということについて、まあ発言はないけどニュアンスとしてそれはちょっと強引じゃないかっていうのは、あとは、まあ、そうですね、民主党が出す運動についてあまり意見を表明したとは多くなかったですね。まあ、いろいろありますよそれはね、各党の案を見るとね、とにかく比例定数削減撤回が議論進めるで鍵だと言ったと思う、他にはあと以外にも新党改革なんかそういうことは言ってますし、社民党さんも今回比例40、自治会35と結局80、事実上の削減と引き続きこれを掲げているのは意義があるという言い方もしてましたね。まあまあ定数比例定数削減ということについては民主党を除いて、今も今日の議論の中でもやっぱりそれはまずいんじゃないかというのは、それは石原さんもそうでしたね、うん、みんなも一緒でいいですかね。あ、みんなのともそうですよ、うん、ただ、まあ、昨日のテレビ討論でも言っているようにそうだけども苦渋の選択としてゼロ増5減選考というのは昨日も言ってますよね、まあ、それと同じことをおっしゃったという。すみません、話題変わるんですけど、はいはい、先週末に民主自民公明による3党が社会保障税の一体改革について、まあ、基本的に合意したわけですけれども、まあ、今後 それぞれ、まあ、民主党も今日平場の会をやるという予定だそうですけども、この3党 で一体改革の合意が行われたということについて改めて局長としてコメントいただきたいんですが、まあ、民意に背いて公約を裏切る許し難い暴挙だと一言で言うとそういうことだと思うんですね。で、まあ、密室で3党だけで、消費税の大増税を決めるだけではなくてね、もともと社会保障は今度一体改革どころか年金の削減、医療介護の負担増など改革のオンパレードだったんですが、我々こう批判を持っていたけれども比較的まあ一定の前向きの要素も持っていた民主党の公約であった最低保障年金制度ね、それから後期高齢者医療制度の廃止ね、まあ、いわば民主党の政権公約の目玉と言われたものまで、棚上げして実質上撤回して、で自民公明はその非常に不十分なものまで
まだばらまきだと言って、もっととことん公約を撤回しろという、攻撃の下で民主自民公明で社会保障の一層の改悪、まあ、いわば小泉構造改革路線に逆戻りしてその道を進むと、大増税を進むというやり方に一度進んだわけで、しかもその修正合意したものを今伝えられるところによると20日に投資からではなくて21日に採決と、これはですね本当にこう国民の民意に背いていると同時にやっぱり国会の形骸化ですね、そのものだと。しかも論議の中で低所得者対策だとか、高齢者の年金の低い人についての対応の問題だとか、中小業者が、価格に転嫁できない問題などいろいろ国会論議の中でまだ詰めるべき問題っていうのがあったの、全部それはもう事実上曖昧にしたままの強行ですから、まあ、あらゆる意味で、まともな論議もなしに国会と国民にそういうことを押し付けるというやり方は、まあ、内容の点でもやり方の上でもね、これはね消費税の増税に賛成している国民から見てもちょっとこういうやり方はひどいではないかという声が噴出しているわけで、やっぱりそういう暴挙をやるべきでないというのは後の考え方です。よろしいでしょうか。はい、じゃあ終わります。